はい、こんにちは。重工部の古橋です。今日は、ね、新しいものが届きましたのでご覧に入れましょう。何かな。はい、ということで、はい、今日届いたのはこちら。バン。はい、こちらですね、ローディ3と言いますね。ローディ3、はい、ローディ3と言いまして、これはねちょっと私のチャンネルでは毛色が違うギターのオートチューナーなんですよ。ギターのオートチューナーで、実はあの私こう見えたのギターを少しっていうか昔から、ね、触ってたんですね。下手くそですよ。下手なんだけど、下手の横好きで、まあ、中学生時代からねフォークにこうハマってちょっとかじってやってた時期がありましたね。でギターはね、あの何本か所有してますっていうか、後ろにも今ね並んでます、何本かね。で今日はギターの張り替え、弦の張り替えをやってみようと思うんですけど、なんせあのギターで一番めんどくさいのはこのギターの弦の張り替えですね。まあ、そこのところをすごく楽にしてくれるというオートチューナーで、合わせてチューニングもやってくれるというような代物です。これはね、きびだんごさんというところのご提供でですね、今回これをご紹介させていただくことになりました。ローディ3ですからね。じゃあご覧になってください。行ってみよう、レッツゴー。はい、ということで、これちょっと開けてみましょうね。あの中身は、ね、こんな感じと極めてシンプルなんですけども、かっこいいね。これなかなかこんな形、こんな形ですね。なかなかかっこいいデザインですね。はい、でこちらはこれ液晶がついていると、つまりね、ここのモニターにちょっとスイッチ入れてみようか。もうこれ充電もねできてるんで、ね、はい、こんな感じで出てきました。見えるかな、ちょっと見にくいかもしれないけど、もうここにモニターに出てきてチューニングができるようになってるんですよ。でもうね、これ直感的に分かるようになってて、ちょっとカメラで撮りながらやりましょうか。操作は非常に直感的に分かるようになっていますね。はい、ここに、E2 と書いてますけど、これが例えばちょっとどうやってるのかな、エクサイト、エグジット、あ、これでアコースティックギターと今出てるので、これを例えばギターを変えるとですね。でここでエディットインストゥルメンタルだから、まあ要は楽器を編集する、例えばギターだったり、マンドリンとかね、バンジョーとか、そんなものもできるらしいですよ。で、まあ、今日はですねアコースティックギターをやってみたいと思います。でアコースティックギターでこうやっていくと E2、 E っていうのは、まあ6弦ですよね。6弦、それから5弦、4弦、3弦、2弦、1弦という形で、これを変えることでこう何、自動的にやってくれるんですって。今まではね、こういう、実はこういうチューナーを使ってたりしました。こういうね、例えばこういうね、こういう風にギターをベーンと弾くと、ここ E が、 E が出るよね。ここで出てますよね、 E がね、 E とかね、 A とか、こんな風にチューニングを合わせる、手でねこうやって合わせるんですけど、これをまあ自動でやってくれるらしいんですよね。ちょっとやってみましょうかね。これとりあえずちょっと弦をずらしといて、音程をねずらしといて、自動でやってくれるらしいですから、とりあえず今ガットギターでやってみます。これを6弦ね、6弦に押さえて、どうすんのこれで、こう合わせてやって、あ、もう弾くだけでいいんだ。あ、合いましたね。ピッピッって言って合いましたね。じゃあ5弦、あ、じゃあ次、あ、5が自動的に5になりましたよ。合いましたね。4弦、自動的にね、もう何も押さなくても自動的に 4弦になるんですよ。合いましたね。で3弦になるのかな。はい、3弦、すごいなこれ。で2弦、はい、そして1弦、うわ、すごいわこれ。ちょっと汗出てきた。これはすごいですね。これは画期的だ。実はね、これ正直こんなものに、こんなもんでしたかな、こういうものに1万8000円出すのはね、だってこういうチューナーってどうかね、安いんだともう 2,3 千円で買えちゃうんですよね。なんでそう思ったら、ね、最近ではこうスマートフォンなんかでね、こういうチューナーっていうのもあるんですよ。チューナーアプリも、もっぱら私はこういうこちらのチューナーアプリを使ってこれやるんだけど、
でも結局これ自分で最後 手で合わせるんだよね。手で合わせるんだけど、この作業がね結構まあまあ面倒くさいんだけど、これは楽ですね。いいと思います。すごいねこれ。いやーこれはびっくりした。マジ最近の中では久しぶりにびっくりした感じですね。はい、じゃあちょっとついでにもう一本やってみましょう。はい、ちょっとこれもね、これはどこだったかな、キャッツアイっていうあの東海楽器さんのギターですね。ギターでちょっとチューニングしてみましょう。ちょっとチューニング狂わしてみますね。これここをよく見ると中がね変えられるなんて、スタンダードとかいわゆるオープン G とかオープン D とかね、オープンコードもセッティングができるようになってるんですね。だからオープンコードはオープンコードで自動的にやってくれるんで、これすごい楽です。まあ私のようなその趣味でやってる人はオープンコードはあんまり使わないかもしれないけど、ロックとかブルースとかねやってみる方は結構オープンコードも使われますよね。そんな方にはこれオープンコードも自動的に設定してくれるのですごくいいと思いますね。はい、ちょっとじゃあやってみましょう。チューナーまた6弦からねやってみます。これ合わせる入れるでしょ。はい、という具合で、いやーこれはすごいな、これはすごい、これ1万8000円するな、するなって思いました。ちょっと別にエコひいきじゃなくてこれはするわ。っていうかさ、これあったらすごく便利ですね。ギター何台も持ってみる方とか、頻繁にコードをね、その先ほど言ったオープンコードとかやられる場合なんかこう、もう現場でその場でさささってやれちゃうので、これはいいなぁ。はは。で、ギターを何本もセッティング合わせて中に登録しておけるんですよね。で、あとですね、これはアプリがあります。アプリ、専用のアプリがあって、これもちょっとやってみましょうかね。はい、両 iPhone ね、Android も両方アプリがあります。これですね。で、接続すると。ああこんな画面が出ましたね。で、クロマチックビューとか、あここでもう音が入っててますね。あここのここを2にすると、これを5にするとここも5に変わるんですね。で目で見てチューニングもできるってことか、これで一応ね。ただこれだとちょっとこれ語源を入りましたね。アプリも用意されているので、まあ、これを上手に使えば両方でやれるということなんでしょうかね。あとこちら側でこうプログラムを組んだりとかいうこともできるようです。ちょっと私ねちょっと詳しくは分からないんですけども、ここで、設定の中からですね、まあそうか、ここのギターの内容を書いたりとか、ギターの例えば6弦とか7弦12弦ギターの時のセッティングとかに変えたりとかで、これでオープンコード、さっき言ったオープンコードをね設定したりとかできます。あファームウェアがアップデートされましたね。スタンダード、ここでオープン G とか設定ができるようになってますね。もう一回ちょっとやってみましょう。もうできるです。オープン G にするとオープン G だとここが D になるんだって。これはねちょっと正直最近の中では一番びっくりして、最近の中でってびっくりしましたね。これこんな進化したんだね。これはもうチューナーいらんじゃん。これ緩めるのもね、締めるのも機械がやってくれるんだって。
便利になったね、本当に。これ意外とね、緩めるのがね、実はね、面倒だったりするんだよね。これならね、半年に1回ぐらい弦の張り直そうかなって思うよね。今弦も安くなったからね。はい、完了しました。これバッテリーどれぐらい持つかだね、心配な。あ、全然減らないな、バッテリー。これで何年間かお疲れ様でしたっていう感じね。これだったら本当に半年に1回ずつ弦変えてもいいですよ。みんなどれぐらいのペースで変えるのかわからないけど、私みたいなほとんど触らない人は年に1回ぐらい、年に1回変えないな、もう何年に1回って感じだから、これ頻繁に変える方は本当にこういう手数かかりますよね。これ楽になると思いますよ。じゃあ6弦から張っていってみましょう。はい、というわけでいかがだったでしょうかね。まあ、下手くそなギターですけども、まあ、ともあれこれ素晴らしいですね、これね。先ほどもちょっと感想をお話しましたけど、1万8000円はね、この手のものちょっと高いだろうなと。だって手で回すやつなんかもう1000いくらとか2000円ぐらいでしょ。でこうチューナーなんかも今もうスマートフォン使えばタダで手に入る時なんですからね。まあ、そんな時だけど、これってさっきもやったのにびっくりしますよね。すごく正確だし、まあ、何よりもはそのオートチューニングで自動的に止まるでしょ。まあ、手でチューニングしなくていいということと、何台もギター持ってる方だとこうチューニング合わせるの大変じゃないですか。でそもそもね、これ毎回できれば緩めておきたいんですね、ギターってね。その緩めておいた方が弦の張りが、まあ、弦のためにもギターのためにもよくね、いいはずですよね。だから普段は緩めた状態で保管しておきたいけど、使う時はパッとチューニングしたいという時に、まあ、こういうものがあるとね、もうパッとその場でチューニングができるっていうのが本当にいいと思います。まあ、1万8000円、まあ、安くはないけども、もう頻繁に買えられる方にとってみれば非常に強い武器になるんじゃないかと思いますね。はい、まあ、今年もう今年も終わっちゃいますけど、今年三大びっくりのうちの一つに入ったかなというぐらいの商品でしたね。はい、ということで今日はですね、きびだんごさんのご提供いただきましたローディ3ですね。ローディ3というそのギターですね、ギターの弦のオートチューナーですね、オートチューナーのご紹介でした。まあ、ギターに限らずウクレレとかバンジョーとか、マンドリンとかね、エレキもアコースティックもクラシックもね、まあ、何でも対応ができるということで、先ほどもお話したオープン G とかそういうオープンコードですね、なんかにも対応しているということで、非常にその何マニアな方というか、まあ、プロな方ほど必要になるんじゃないかななんて思いましたね。はい、ということで今日は、オートチューナーのご紹介でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね、皆さんに役に立つ、まあ、ギターはねなかなか下手なんでお見せできませんけども、はい、役に立つ、ね、情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、さら面白かった、今日のやつはこれ面白かった。これすごいよね、でも。